身長美容医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長が欲しい方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、身長先生に聞けのもう27番目になります。身長先生に聞け25番目のコメント欄からピックアップして答えております。ですので、今日の動画にコメントしていただくと、身長先生に聞けの29番目で答える予定ですので、ぜひねご覧ください。どしどしコメントの方お待ちします。まず前半の方が127件のねコメントがあるので、そちらの方をね、ピックアップしながらね、基本的には YouTube の中の評価順でね、見ていきたいと思います。最初の質問は R さん、中学校3年生です。半年前の身長から現在の身長まで1センチ程度しか伸びなかったのですが、この半年間は睡眠が足りていなかったと思います。今から睡眠時間を長くすれば伸び率は上がりますかってことでね。これもね、よくあるタイプの質問なんですけども、睡眠の質と時間がね、睡眠とっては大事で、時間に関しては推奨時間っていうのが存在するよってことで、長すぎてもしょうがないよってところですね。ナショナルスリープファンデーションの方だと、6から13歳だと9から11時間。14から17歳だと8から10時間というのは推奨時間になりますね。それよりも長すぎるってもあれですし、まあ、短すぎてもっていうところになるので、中学校3年生だったら8から10時間というのは推奨時間になってくると思います。はい、次ですね。 K さん、脊柱側弯症は身長のみに関係ありますかって方なんだけども、厳密に言えば関係あるって表現なんだけども、側弯症の人だから何々っていうのはあまりない。ただし側弯症はカーブになるので、できるだけ直線的な方が身長にとってはプラスなので、側弯症が進行しないようにするというのは大事なポイントになります。結構ね、コルセットもいろんなコルセットがあるみたいですので、より専門のね先生に相談していただくといいと思います。はい、次ですね。 R さん、最近亜鉛サプリメントを飲むようになったのですが、身長伸ばすといった観点から見て一番適した摂取タイミングはいつなのでしょうか。まず最初注意点が一つあります。亜鉛サプリメントなんですけども、過剰摂取ね十分注意してください。ですので、あくまでもね採血をしながら飲むっていうのが理想になりますので、そこ十分注意してください。私の方でね、世間一般にですね、大人向けとして売られているサプリメントを皆さんに推奨しているような内容ではありません。当院であれば必ず採血をフォローアップしながらね、適正な濃度を保ってやっていくってところが大事になります。その中でですね、身長を伸ばすという意味でいつ飲めばいいかって質問なんだけども、サプリメントに関して言うと、私の方で結構大事にしているのは、飲み忘れの問題が一番困るわけですよね。例えばなんだけども、今週何日飲んだっけなとか、そういったことが一番困るわけで、一番忘れないタイミングというのはすごく大事になります。具体的に言うと、昼は大体皆さん学校に行ってらっしゃると思うので、飲むことが難しくなると思います。まあ、朝か夕ってことになるんですけども、朝はやっぱ忙しかったり時間がなかったですね、そういった意味でも忘れがち。あとはミネラル系のサプリになるので、朝飲むと少し気持ち悪くなる人もいるかもしれない。自動的に残されたのは夕食後というところになるので、私のクリニックだとおすすめしている時間帯になります。次ですね。 T さん、現在中3で169センチです。中1頃に結構伸びて、今頃になって睡眠時間を気にし始めました。ここから伸びるでしょうか。中1の頃は寝るのが少し遅かったです。先ほど同じ質問ですね。睡眠に関して言うと時間と質が大事になります。先ほどは時間について共有したので、今度は質に関して共有してみましょう。睡眠の質を上げるために、まあ、いくつかね重要な要素がある。一つはやっぱ日中に運動してある程度、ね、疲労感を持って夜を迎える。もう一つは湯船に浸かっていただいて体を温めるというのはね大事になっていきますので、参考にしてください。次ですね。 A さん、質問なんですけど、胴体を伸ばす方法ってありますかってことで、胴体だけってことかな。胴体って言ったら首から下、骨盤ってとこですね。そこだけを伸ばすっていうのはなかなか難しいかなと思うんですけど、先ほどの脊柱側弯症、脊柱の側弯だけを伸ばした場合は胴体だけが伸びるっていう現象が起きると思います。はい、次 M さん、16から19歳までの間で身長25センチが伸びていて、ちょっとずつ身長がまだ伸びているのですが、まだ身長が伸びる可能性はありますが、母164、父178、兄186、自分183ということですね。まず一つ言えるポイントとしては、16歳から19歳の間で身長が25センチ伸びるというのは、これもね明らかに超ミラクルスーパー万熟タイプになります。一般的には16歳からだいたい2センチ弱程度しか伸びない中で、いわゆる思春期が始まってから最終身長まで25センチなんて表現しますので、そういった意味でそれぐらいの身長が伸びているということは、まあ、おそらく16歳ぐらいから思春期が始まったのかなというような気がします。ちょっとずつまだ身長伸びているんですけども、まだ身長伸びる可能性はあるかということなんですけども、身長に関して言うと、ある日突然伸びなくなるというわけじゃなくて、だん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 伸びなくなる。よく言うのは、昨年の伸びた身長の半分ぐらい今年ね伸びるでしょうというのは終盤に言われることですので、仮に3センチだとしたら、今年は 1.5 センチ程度ね伸びるというふうに予測できると思うんですけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。 A さん、懸垂を1日に結構な回数してるんですけど、身長に影響ありますかってことですね。懸垂だけで何か影響があるかっていうと、そういったことはないんじゃないでしょうか。まあ、やっていただいてもいいと思いますね。運動は成長ホルモン分泌を促します。はい、次ですね。 T さん、14歳3ヶ月 176.3 センチです。昨年は 171.8 センチでした。あとどれくらい伸びますかね。親は168、171です。いつも通りね、この成長シートの方で使って
ていきますけども、176.3cm なので、昨年はってことで、例えばそれが13歳3ヶ月で 171.8cm だとすると、成長伸び率としては極めて平均的に伸びていることが分かりますね。真下に、降りてきてますね。そうなってくると、最終身長の予測は単純にいけば 181.8 から182.5 というのが表現になってくると思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。 S さん、子供が早熟の可能性があるなら伸ばせるうちにどんどん伸ばしてあげた方が良いのですか。今は9時までに寝かせていますってことですね。本当にいい質問だと思います。やっぱりね、子供が早熟の場合はできるだけね、今のうちに伸ばしてあげるようにしてください。ただまあ、できるだけ正確に、まあ、今どれくらい早熟なのかというのを判定して、最終的に何センチくらいになるのかをよく検討するのも大事なポイントになってくると思います。はい、次 M さん、中3、身長166です。父親178、母親160なのですが、1年から2年で9センチ、2年から3年で1センチしか伸びていないのですが、これから伸びると思いますかってことですね。9センチの後に1センチってことで、かなりね、伸び率がぐんと落ちるタイプになります。これはちょっとね、本当かなっていうところが1点と、あとは昨年の間で1センチしか、ね、伸びていないので、かなり注意が必要になっていきます。レントゲンとか採血で具体的に何センチ伸びるかというのを判定するといいと思いますけども、本当に昨年の間で1センチしか伸びていないのでは注意が必要かなというふうに思います。前半は次の、ね、内容で終わります。次ですね。 R さん、母親148、父親168、自分は高校2年生で163センチ、最終身長予測が166を、ね、まあ、超えられるかどうかというところなんですけども、一応遺伝身長の方を、ね、計算してみて 164.5 になります。現在高校2年生、何歳何ヶ月かってデータがないので不要なんですけども、仮に17歳0ヶ月程度とすれば、あとはね、1センチ伸びるか伸びないかってところなので、挑戦的な数字はあると思うんですけどもね、ぜひね、諦めずに最後ね、一緒に頑張って伸ばしていきましょう。お風呂上がりにストレッチをしてますので、ぜひね、ストレッチも続けてください。寝る前にアルギニンを取ると成長ホルモンが分泌されて身長が伸びると聞いたんですが、本当ですか。眼科の先生に視力低下がそろそろ終わると言われたんですが、身長伸びと関係ありますか。上半身と下半身の骨年齢の差は最大でどれくらいありますか。